シード様、装備を磨き終わりました。念入りに整備もしておきましたので。ありがとうございます、ティアマさん。でもいつも思うんですけど、私をそこまで気遣ってくれなくていいんですよ。すみません、シード様のためだって思うとつい熱が入ってしまって。実は私、伝説の天魔騎士であるシード様にずっと憧れていましたから。伝説？ティアモさん、私はそんな大層な人間ではありませんよ。私が伝説に名を残しているとしたら、それはすべてマルス様のおかげです。いいえ、そんな。実際にお会いして、伝説は間違ってなかったって思いました。軽やかに天空を飛翔し、動きの鈍い重騎士を恐怖の底に陥れたという槍の鋭さ、皆に慕われ、多くの敵の心を動かしたという優しく思いやりにあふれた人柄も。やはり誇張しすぎなような。でも褒め言葉として受け取っておきます。私からすると、あなたの武勇も装備の管理や偵察までもこなす手際の良さも、私の方が見習いたいと思うくらいなんですけれどね。そんな、シーダ様にそんなことをおっしゃっていただけるなんて感激です。そうだ、シーダ様、あなたなら伝説のあの技をご存知ではありませんか？伝説の技？どんなものなのでしょう？マルス様やシーダ様の時代に、美しいペガサスナイトの三姉妹がいたんですよね。その三姉妹には三位一体の必殺技があって、それは勇ましく麗しく、そして本当に強力だったと伝わっているんです。それってもしかして、マケドニア王国白騎士団の天魔騎士の？やっぱり実在したんですね。すごい、あの3人をご存知だなんて。できることならその技、ぜひとも身につけたいと思うんです。見たことはあります。私も同じ時代のペガサスナイトですから。でもその技を受け継いだり修行したりしたことはないんです。ごめんなさいね。そうですか。こちらこそ無理を言ってすみませんでし。でも見たことはあるんですね。それなら見よう見まねでも。どうかしら、あの技は三姉妹のようにとても息の合った三人にしか無理かと。それならちょうど、私とシーダ様とヒノカ様と、今天魔騎士が三人いますよ。私たちの息を合わせれば、もしかしたらできるかもしれません。シーダ様、仲間のためにもこの強力な技を習得したいと思いませんか？それは考えたこともありませんでした。そうですね、信じ合い絆で結ばれた私たちに不可能なんてないはず。こんな時でも仲間のことを考えて、ティアモさんは本当に素敵ですね。ティアモさんのためにも頑張ってみましょう。力を貸してくれますか？はい、もちろんです、シーダ様。憧れのシーダ様と一緒に伝説の技を目指せるだなんて、私とっても幸せです。